モーニングジャム3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方にはいと物語30周年特別セットプレゼント。この特別セットというのは、飲むヨーグルト、飲むヨーグルト博多あまおう、食べるヨーグルトプレーン、食べるヨーグルト微糖、ミルクジャムにあまおういちごソースがセットになったもの、すごくすごく豪華なセットです。はい、ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。そしてなんといってもこのモーニングジャムは今現在ウエストで冬のうどん祭り開催中。まあね、冬のうどん祭りといえば、今年1年頑張った自分へのご褒美贅沢うどん、肉がドン、エビ天がドン、そして紅白の揚げ餅がビローンという肉エビ天のパワフル福来たるうどんは美味しいですよね。相変わらずうまい。はい、本当に。うん、それから今回の中地うどんの新作、これが結構出ておりまして、はい、ホタテのかき揚げがついた明太卵とじうどん、略して博多ほっかほか。うん、あの明太を卵でとじたっていう、それをね、あのうどんの上に乗っけてるんですけども、ふわっトロですよ。そうなんですよ。で、明太からね、旨味がわーっと出汁に溶け出してて、はい、これが何とも言えない初めてのお味、うん、ね。で、辛味はね、わさびでつけると、はい、本当に爽やかなんですね。ですよね。ホタテのかき揚げはブリンブリンです。うん、その大きさに絶対驚くと思います。はい、どうぞお楽しみに。カレンダーもね、残りわずかですけれどもね、もう年内にはなくなってしまうんじゃないかっていうことで、どうぞ買い逃しのないように。それから1月3日公開生放送の時にはね、今年1年間を彩ったおもろい家族の傑作選を公開生放送でやるんで、どうぞお楽しみに。じゃあまずはね、今日はね、こちら女性の方からいただいたおもろい家族から紹介することにしましょう。はい、中地あっちゃん、おはようございます。おはようございます。おもろい家族で取り上げていただきたい案件です。案件なんでしょう。アレルギー持ちの私、うん、杉ヒノキ、ハウスダストはもちろん、豚草、稲、麦に紫外線や金属、もう本当にアレルギーが多すぎて、あららとにかく年中鼻がぐしゅ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 言ってます。うん、なので寝ている間に鼻水が喉に流れ込んで、喉が炎症を起こして痛くなることもしばしば。今朝は痛みというより息苦しさで目を覚ましました。そうですか。喉に違和感を感じたんで、鏡であーんして見てみると、やばい、喉チンコでか、大きくなっちゃってる。赤くていつもの倍ぐらいの幅に喉チンコが肥大している。痛いし、とっても息苦しい。唾を飲み込むたんびに喉チンコを一緒に飲み込んでしまって、窒息する。あ、大変。お水を飲んでも苦しい。こっちが苦しくなる。今聞いた人なんちゅう番組と。苦しすぎる。はあ、まだ起きるのに時間もあるし、もう少し寝ておこうと思い、もう一度ベッドに横になると、つまもうどうしましょう。喉チンコで気道が塞がれ窒息する。このままでは死んでしまう。横になることもできない。喉チンコが巨大化したのは初めてだったので、何度も何度もうがいして、午後には少し腫れも収まりましたが、午前中はと言いながら掃除洗濯、朝の仕事をこなしましたとさ。すごいね。本当ですね。のどちんこ巨大化。その案件でしたか。そうです。たまらんたまらん。お大事になさってください。本当だよな。いや、これは大変ですよね。ねえ。さあ、それからね、これも行きましょうか。直子さんですね。中地あっちゃん、おはようございます。おはようございます。2021年、今年の我が家の一大イベントは2人目を出産したこと。ぜひ出産の話聞いてください。はい。
出産を4月に控えた私たち家族、上の子供がまだ2歳になる前だったので、うちの実家にみんなでお世話になって暮らしてました。出産予定日は土曜日、その日の朝トイレに行くと出血、トイレでギャーッと叫ぶと夫や親がどうしたどうしたと集まってきて、緊張感漂って病院に電話すると、とりあえず入院の準備してきてくださいねと言われて、仕事の夫の代わりに父に病院まで車で送ってもらいました。家を出るとき、普段はいやいやを言わない長女が必死に私の太ももにしがみついて、自分も一緒に行くと言って泣いてました、うん、もしかすると長女は私が病院に行ってその日戻ってこないことを知っていたのかもしれません。で、病院について父に駐車場で荷物持って待機してもらいました。診察してもらうと破水しているとのこと、このまま入院になるって言われたんで、1階の出入り口付近に降りて父に電話し、荷物を出入り口まで持ってきてくれるよう頼みました、うん、数分後父が荷物を持ってきたんですが、父はマスクを車に忘れたのか口を手で押さえながらやってきて、苦笑いしながら帰っていきました。緊急事態宣言下だったんで、病院には患者以外の人が入れなかったんです。そうなんですね。仕事中の夫に電話して、破水してたから今日から入院することになったよと話すと、じゃあ今から病院行こうかと言われて、病院に来て何するわけと言いたいのを必死に我慢して、一人で大丈夫だよ、娘ちゃんよろしくねと言って電話を切りました。部屋の準備ができて個室に通された私、この時点で子宮口は2センチしか空いてなかったんで、看護師さんからしばらくゆっくりしてくださいねと言われて、ベッドに寝転んで早速ネットを見ようとスマホを開くと、なんだか重たい、見るとなぜかその日に限って通信量が上限超えてて速度低下、はぁと深いため息をついて、この際だから寝ようと思いましたが、なんとなく眠れない。ふとこのまま子宮口も開かず陣痛も来なかったらどうなるんだろう、陣痛促進剤を打ってバルーンを入れたりするのかな、相当痛いって友達が話していたのを思い出しました。どうすればと考えてひらめいたのが、病院の階段を1階から最上階まで上り下りすること病室を出た私、1階まで階段で降りて、そこから最上階の10階まで休むことなく登って、10階の景色を眺めた後1階まで降りるということを5回繰り返しました。アスリートです、それすごいよね、本当にすごい。途中少しお腹が痛くなったんですが、まだまだと奮起し息が切れるまで登り続けました。その後病室に戻って夕飯食べていると、なんとなくお腹が痛い、軽い痛みが30分おきぐらいにやってくる、消灯の時には10分おきに少しずつ少しずつ痛みも強くなっていきました。ただ一人目の時、これとは比べ物にならないぐらいとてつもない痛みから始まったんで、この程度だったらまだまだだろうと思って夫に電話した時、まだもう少しかかるかも、明日の夜とか明後日ぐらいに生まれるかもと話をして電話を切りました。寝ようとしたんですが、やっぱり痛みがさらに強くなって感覚も短くなっていって、見回りに来た看護師さんから、痛そうね、ちょっと分娩室で診察してみようか、まだまだだったら病室に帰りましょうねと言われて、看護師さんと共に分娩室に、すると朝の時点で2センチだった子宮口が7センチ空いてるではありませんか助産師さんから、よしこのまま産んじゃいましょうと言われて、ひえーと思いながら分娩台に登って、あれよあれよという間に3時間後、元気な赤ちゃんをすっぽん、おんにゃーおんにゃーおんにゃー、男の子でした。新型コロナウイルスの影響で立ち会いはダメだったんですが、看護師さん、助産師さん、先生方の大声援の下で出産できました。出産した後処置してもらって、赤ちゃんとゆっくり寝ていた時に、ああそういえば夫に電話してなかったなと思って、2時間後の明け方4時頃夫に電話、でもなかなか出ない、しばらくして、はいと小さな声まあね、寝てるからね。そうですね。私はなんとなく感極まって、生まれたよと言うと、はい
完全に寝ぼけてて状況が把握できてない様子。それでも会話してたら目が覚めてきたようで、おめでとうと言ってくれた後に、今お父さんとお母さんに話した方がいいと小声で聞かれて、いやいやまだ4時だし起きてからでいいよと話して電話を切りました。誰も知らない中で出産し、息子と二人きりの日々を過ごせて、こういうのも悪くないなと思いました。退院の日、赤ちゃんを連れて実家に帰ると、長女が赤ちゃんの顔を見て手をたたいて喜んでくれました。この子だけは分かっていたんじゃないかなって思います。今では息子が8ヶ月、上の子供が2歳半、日頃は仲良しですが、おもちゃが絡むと大喧嘩しています。以上、我が家の今年の一大イベントでした。ねえ、お疲れ様でした。本当にねえ、新型コロナウイルスでね、丸々2年ぐらい、やっぱりここの時点で出産なさった方たちはね、まあなかなか立ち会いも許してもらえずっていうこと、そうですよね。まあ今もね、どんな風になってるのかよくわからないっていうところはありますけれども、まあもう少しかかっちゃったりするのかなっていうふうに思ったりもします。まあとにかく、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。一曲いける？いけない。はい、おもろい家族パート2はお昼12時からです。モーニングジャム。